テルモプラズマ目はエウリコ細菌、テルモプラズマズナに属す、目の一つ。高気性、高酸性で、多くは細胞壁を持たない。非常に低い pH 環境に生息し、全生物中最も高酸性が強いことから、超高酸菌と呼ばれることもある。強酸性の噴気口や産業廃材などによく分布する。非常に強い高酸性を示し、 その指摘生育 pH は0.7から3の範囲にある。生育範囲はおおむね pH0 から4の範囲にあるものが多い。高熱性は比較的低く、メタン菌、高度高塩菌を除く基地の個細菌としては最も低い温度に生育することができ、ペラプラズマの一部は定義上、常温菌に含まれる。生育環境以外の特徴としては、 DNA 結合タンパクとして、ヒストンを持たず細菌型の風タンパクを所持していること、ピクロフィルス化を除いて、細胞壁を持たず細胞融合性を持つことなどがある。変性後期性の従属栄養生物が多いが、最終電子受容体として、異様を利用できるもの、第一鉄を参加して、独立栄養的に増殖できるものもいる。細胞壁を欠くため形態と大きさは、 非常に多様性に富んでいる。弁毛は、サーマプラズマは、持つが、持たないものもいる。この体屈下の未培養系統が知られている。2006年には、酸性熱水域からダブに系統が培養され、暫定的に足ダラプリファンドムボーネーと命名された。ありがとうございます。